鳩山正一から1900年3月8日は、明治時代の日本の社会学者、教育者、文学博士、郷和中さん、東京帝国大学文科大学長、総長、貴族院議員、文部大臣を歴任した。父は、家禄220俵の旗本で、幕府工部諸不評指南役の外山忠兵衛正義。江戸小石川に生まれる。幼名を社八。家族は武芸で名を上げたかったのだが、正一は学問で頭角を現す。13歳で番所調べ所で英語を学び、1864年には16歳にして、開成所の教授法になるほど、若くしてその英才を歌われる。鳩山正一慶応2年11月1日、英国留学のため出発の途中上海にて、時に19歳。後列向きって右より、鳩山捨八、林桃三郎、福沢栄之助、杉徳三郎、奥川一郎、安井新八郎、岩佐源次。前列向きって右より、市川清三郎、三栗圭吾、成瀬丈五郎、中村圭介、レベレンド・ウィリアム、ロイド、川地太郎、伊藤章之助。最前列三栗第六。勝海舟の推挙により1866年、中村正直らと共に、幕府派遣留学生として渡英、イギリスの最新の文化制度を学ぶ。幕府の瓦解により1868年帰国。一時東京を離れて、静岡で学問所に勤めていたが、抜群の語学力を新政府に認められ、1870年、外務省弁務省記に任ぜられ、森有則小弁務司の秘書として渡米。1871年、現地において外務兼第六になる。しかし1872年に辞職し、奨学金を得て、ミシガン州アンアーバーハイスクールを経て1873年にミシガン大学に入学。折しも南北戦争の復興期であったアメリカの地で哲学と科学を専攻し1876年に帰朝した。帰朝後は、官立東京開成学校で社会学の教鞭を取り1877年、同校が東京大学に改編されると、日本人初の教授となった。ミシガン大学で進化論の公開講義を受けた縁で、エドワード・エスモースを東京大学に招聘した。幕末期から明治初期にかけて、欧米で学んだ鳩山の新知識は、当時の政府には重要であった。しかし彼の講義は、鉄頭鉄尾、スペンサーの輪読に終始した。これに対し、学生たちより、スペンサーの番人と揶揄された。1882年、同僚の谷田部良吉、井上哲次郎と共に、新体詩書を発表。いずれも、終作の域を出ないが、従来の和歌、俳句と異なる、新時代の詩の形式を模索し、近代文学に多大な影響を及ぼした。1887年、東京学士会員会員に任命された。1889年、元良裕次郎、神田内部と共に、芝に生息予備校を開設。生息高等学校として、現在に至る。日本語のローマ字化推進のため、ローマ字会を結成して、漢字や仮名の廃止を唱え、9代目、市川團十郎や依田学会らが実践していた演劇改良に参加。西洋列強と伍するためには教育の向上が必要であり、そのためには女子教育の充実と公立図書館の整備を訴えるなど、明治の教育文化活動において幅広く活躍した。東京帝大文科大学長を経て、同総長、貴族院議員、第三次、伊藤博文内閣の文部大臣などを務めた。1900年3月8日、中耳炎からの脳症で死去。享年51。著作活動も盛んで、演劇改良思案、日本絵画の未来、日本知識道徳した多数の著書を残した。商家、広告の守りの作詞を行った。1898年撮影。当時のエリート階級で、大学や政府の要職を務めた鳩山だが、生活は質素で、あのくらいの位置にいるのに、うちには、下女一人に、老木しか使わない。暮らしぶりで、谷中墓地の墓も小ぶりである。スタイリストであった鳩山は、山高帽に派手な色の街灯という当時最新のファッションに身を包み、赤門天狗と呼ばれていた。散髪のやり方次第で、頭脳は発達すると考えて、どの店の散髪が良いか理髪店を絶えず変えていた。大日本帝国憲法発布の記念式典に、明治天皇に対して、万歳を初めて唱えたのは、外山章一であると言われている。外山は、新体師匠に、自作の詩、抜刀隊を載せる。西南戦争で官軍の切り込み部隊、抜刀隊の奮戦を扱った勇壮な詩である。ここではという終わりの2行を繰り返す、独自の詩形である。これは、外山が米国留学時に親しんだ南北戦争の軍歌の形を踏襲している。後、陸軍軍楽隊教官のフランス人、シャルル・ルルーによって曲が作られ、日本で最初の軍歌として爆発的にヒットした。この曲は、不奏歌、陸軍分裂行進曲とも呼ばれる、行進曲として編曲され、旧陸軍から現在の陸上自衛隊にまで受け継がれている。東大文科大学学長の時の1883年、ある新入生の面接を行った。外山が、君は何のために勉強するのかね。と問うと、九段の新入生は、我、太平洋の架け橋とならん。と答えた。この新入生が、新渡戸稲造である。英語、英文学教育の充実を考えた外山は、ギリシャ系アイルランド人、ラフカディオ・ハーンに強く、働きかけ東京帝国大学英文学講師に、招聘した。ハーンは、後の小泉八雲である。ありがとうございます。